ウジヤは、ユダ王国の、第10代の王である。名は、ヘブライ語で、ヤファウェが強めるの意味である。別王記では、アザルヤの名で記されるが同一人物。16歳で王となり、52年間統治した。マナセに次いで2番目に長い統治である。ウジヤは、北イスラエルとの関係を修復し、平和と協力に努めたため、ユダ王国は、南と西に、北イスラエルは、 北と東にそれぞれ勢力を広げていくことができた。軍隊を再編成し、農業の発展にも力を入れ、繁栄を築いた。そのため、エルサレムの建築や商業活動、贅沢になった生活を予言者であるイザヤやホセアなどが、非難している。ウジヤは父アマツヤと同じように、主の目にかなうことを行ったが、高きところを取り除くことをせず、そこで生贄を捧げたり、 功を焚くことを廃止しなかった。晩年、宇治屋は、その強さゆえに傲慢になり、性別された祭子の身に許されている行為である。祭壇で功を焚く行為を自ら行おうとして、イスラエルの神の怒りに触れ、立法に規定された、皮膚病にかかって死ぬまで隔離された。1931年に宇治屋の骨箱がエルサレムから出土した。石踏みには、ユダの王、 ウジヤの骨をここに携えくる、開けるべからずと記されている。これは、紀元一世紀に、アグリッパ二世紀のエルサレム修理工事中、偶然、ウジヤの墓を見つけ、骨を箱に入れて写したものであると見られている。ありがとうございます。